皆さんこんにちは沖縄メディア研究会プレゼンツ内縄いの時間がやってまいりました担当の下茜ですよろしくお願いいたしますこの番組は沖縄の市町村をめぐり私がおすすめしたいところを紹介していく番組ですと他にも内縄口や沖縄あるあるも取りというコーナーも取り入れていますので是非最後までお付き合いくださいお願いします 番組に対するお問い合わせはメールアドレス 761-fmkosa.jp 761-fmkosa.jp ファックス番号は098-934-8653 098-934-8653でお待ちしております FM コザでは Ustream とツイキャスで 映像を映像と音声を配信していますのでよかったらそちらもチェックしてみてくださいはいさてさて皆さんがああまってあまちょっと待ってくださいねえー、っとですねままずは番組の流れを説明していきます10分ごろ地域紹介1やってで24分ごろ地域紹介2 で、それで40分頃に内田口のコーナーと49分頃に沖縄あるあるやでやっていきますのでよろしくお願いします。はい、それでは皆さんがお待ち、お待ちま、楽しみにし,していたであろう沖大メディア研究会の椎名ちゃんが帰ってきましたので紹介していきます。自己紹介お願いします。 はいあもういいですかはいお願いしますはい皆さんあけましておめでとうございますいましたら入役ですけどねはいえっとうんだいだいせん去年去年いました覚えていますかどうましいなです <laughs> 懐かしいねすごい帰ってきましたお帰りすごいすごいはいえっと またよろしくお願いします。なんかすごい久々。ね、えうち名前になってから二回目かな。うちなそうですね。うち名前なって二回目です。前来たのはいつでしたっけ。夏？あ夏だった。夏一回来たような気がする。あそんな前だったっけ。うんうんうん。何も変わらずね。そうだそうだそう,だうこれからずっとできるのがすっごい。 もう楽しみあね毎週毎週ね楽しみこれから出れるということなのでうん、うん、よろしくお願いしますよろしくお願いしますさてさて,さてちょっと待ってくださいあ間違った下さんが私が帰ってきたので一曲目に綾 <laughs> 香さんのお帰りを流してくれます <laughs> はいいきますかういうはい行きましょう、はい それではやか、えっと、で「おかえり」です。 ーー FM 小坂から下あかねとトーマン・シーナが生放送でお送りしています。はいということで,とです、ね、早速最初の地域紹介に入っていきます。はい、と今日最初の地域紹介はですねと2月に入って、えっとですね、プロ野球のキャンプ。うん が行われてるじゃないですかううんうん、うん、それについてちょっとお話できたらなと思いますはい、はい、ですでですねと自分なんか周りがなんかキャンプキャンプってなんか騒いでってもなんか自分あんまり興味がなくてですね <laughs> 私も一緒で <laughs> 興味がなくて今まではもう無関心ぐらいだったんですけど、うん、で 今日の地域紹介のテーマが、なんか勝手にちょっと、茶炭っていう地域にしてまして、はい、この機会にと思って行ってきました。で、一応、最初で言っとくと、なんか野球のこととか、うん、この選手のことがあまりわからないので、<laughs> そこらへんに突っ込まれるとちょっと困るんですけど、<laughs> じゃあ、突っ込まないようにね、はい、私たちもわかんないので, <laughs>、はい、で。で、さらっと、うん、行けたらなと。はい で沖縄ってなんかプロの方が練習している姿ってあまり見る機会がないと思うんですけど、うん、な,のなので、この 2, が 2, 2月の1か月っていうのはとても貴重な,なんか期間だと感じました、うん、野球ファンとかにとってはね。 小学生とか中学生男子がこのプロの野球選手を見ているわけですよ。うん、それを見てですねこの子たちも将来プロ野球選手になりたいって、ね、思うんだろうなとかなんか夢を見せてくれてるんだろうなとかね思ったりしました。でとねテレビでよく映ってるプロプロなのかななんか えっとね実況実況っていう、うん、なんか解,せ解説、うん、してる人がいたんだけどちょっと名前がわからないんだけど、うん、一応有名な人がいた <laughs> でみんなが写真撮ったりとかしてた、えーうん、あとあ、結構人いたんだけどな写その場所に行けば、うん、選手とこう触れ合ったりできるんですか写真撮ったり。 あ写真は撮れるあ選手と一緒に撮れるかな選手だけは撮れると思う近く、うん、入れるんですか近く,近くで見れるとかですか近くで見れる<ー>こうなんかスタンドなんていう会場あるさああ席かった席席かった <laughs>、ね、<laughs> そうそうそうそこは見れる <laughs>、うん、選手に超近づくのはできるのかな<ー>でき うん、このフェンス越しっていうのはできただからみんなは必死に写真も撮ったりとかあファンなら何だろう、うん、分かるんだろうね遠くからでも見てねそうそうそうあすごいなみたいな思いながらやってたんですけどでなんかこの練習試合があ,あるみたいでそれをちょっと話していきます、はい、練習試合が 2月13日土曜日と、ど中あ待ってよ、まずその前にちゅ、チャターンは、この中日ドラゴンズっていうプロ野球チームが入ってます。はい、はい、それで、この練習試合が、この中日ドラゴンズ対キア・タイガースっていうのが、 っていうのが13日に行われて14日日曜日は横浜 DNA が茶谷球場で行われますで2月24日水曜日は中日ドラゴンズ対巨人がセルラースタジアムでやります 2> うん、うん、で2月27日土曜日は横浜 DNA で28日日曜日は LG ツインズも北谷球場で北谷野球場で行われます。それで,、えーっとですね、プロ野球オープン戦っていうのがあってメインのなんか試合みたいのがあるらしくて、うん、それが2月 20, 2月20日。これは中日 ドラゴンズ対千葉ロッテマリーンズ聞いたことあるあ聞いたことある <laughs> でこれが午前11時会場午後1時開始でえっ、ー、とね2月21日日曜日はとね東北楽天ゴールデンイーグルスと対戦しますあたくさん来てるんですねそうそうそう でそれも同じで午前11時開場午後1時開始となっています、うん、で前売り券販売所が北谷町役場とか北谷町商工会とかビーチタワー沖縄というところでさまざまなところで売られていますで何だったっけちょっ,っちょっと待ってよ <laughs> <laughs> 何だったっけね <laughs> <laughs> えっとねでこのチケットの料金が前売り券が屋な,なあっ内野内野内野が大人2000円で子供1000円となっていますそれで外野大人1000円外野子供 500円となっていて当日券がちょっと高くなって、うん、内野が大人2500円で子供1300円ですで、外野大人1300円で子供800円あー全然想像できない <laughs> <laughs>、ね、そうそう <laughs>、ね、ちょっとねあんまりわからないよね野球ってねっ難しいねうん。 でもなんかねこの,この時にうこの時に合わせて、うん、なんかね観光客とかいろいろ来るみたいうん、うん、へえ、うん、じゃあ好きな人はもう結構注目されているんだねえ<う>していると思いますへえいい機会だから見に行きますか <laughs> あ行ってみて行ってみてね,ね <laughs> <laughs> なんかねなんか新しい 新しい自分たちが部活動でバスケしかやってなかったからバスケ部結構長い小学校ぐらいからやってたしずちゃんがそうそうそうだから結構想像できないとか言われるんだけど結構マジでやってたそうなんだそうだからなんかバスケとかは興味あるんですけどはいはいはい。 あ、他のスポーツはそう、他のスポーツちょっと分かんないんだよね,ねですよね、うん、<laughs> じゃあ次はバスケのことについて話しますか <laughs> うーん、バスケも小沢有名っていうかよくやってますよねこの、うん、なんだろう市営市営体育館で琉球ゴールデンキングスでした、うん、やってますねそれはよく見に行きますあそうなんだそう妹がね まだバスケやってるから見に行きます,すごいね。てかさ、ちょっと次,あ次、音楽に入りたいと思うんですけど、そうだね、野球にちなんで、これ小さい頃ずっと見てた <laughs>、野球全然わかんないけど、ね、このアニメは見てた <laughs> ち。ちょっと待って、音楽が流せなくて、メジャー、メジャーだよね、アニメ、見てた、はい、面白かった。ねこれ で自分のバイト先の子もなんかずっと見てたらしくて遊んでる途中でもえ帰ってそうそうそう見わざわざ帰って見てたみたいなへえそんな好きなんだうんでも6時ぐらいだから時間帯としてはすごいいい時間だよね、うんうん、みんなはね帰るしねはあないじゃあツイキャスちょっと拾おうかな <laughs> あはいいお願いしますハクさんから「ワオ!」って来てます <laughs> なんだろう <laughs> 初めて見たでもこんにちはで中野町の和輝さんお久しぶりですキャーシーナちゃんって来てるお久しぶりですあすごい <laughs> でゆうきさんこんにちは美少女ですねってで <laughs> 少女じゃないよもう <laughs> 今年222<は>22歳だよ今年えっ2016年だよ あんああなるほどねうんもう少女じゃないよねあ、少女じゃないけどもねえでもありがとうございますはいちょっとさ自分最初心へ流そうと思ってたんですけどちょっと別のに分かった変更しましたはいそれでは次の曲いきます ボード・オブ・メジャーで大切なもの。はい はい、ロード・オブ・メジャーで大切なものでしたはい続いては地域紹介2に入っていきます次に紹介するところは北谷町砂辺にあるゴーディーズっていうお店を紹介していきますまずですねこのお店の名前はですね <laughs> 映画「スタンド・バイ・ミー」の主人公のゴーディっていう のがいるんですけどうんうんわかる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 あのなんだろう死体探すエン <laughs> <laughs> 見たことあるそれ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 からこの由来しているそうですへ<ー>それでこちらで食べたのがスペシャルバーガーっていうのがあって、うん、死にでかい <laughs> 死にでかい <laughs> 本当にでかい <laughs> すごいびっくりするえでどのどのぐらい もう手で潰すぐらい、うん、潰,潰すから潰れ一応<ょ> <laughs> <laughs> 難しかったけどうん一応でかいもう本当に手の手のひれ広げたぐらいあなんかツーキャスでね食べたことあるみたいな<あ>中野町の和樹さん「あ,んあのハンバーガーボリュームあるよね最近お店映ってるような気がするんだけどなんか情報ある?」ってあ二2号店が。 あ、今からじゃあ紹介しますね。<laughs> ありますよ。はい、じゃあお願いします。<laughs> <laughs> あ、あ、二語体の説明？うんうん、お店の紹介でいいよ。あ、大丈夫ですか。じゃそれでスペシャルバーガーっていうのを食べたんですけど、もうとんでもないぐらい大きくてですね。もうこれはかじかぶりつけない。<laughs> なんていうか、わ <laughs> かる？もう本当に <laughs> に手のひら広げたぐらいあるから潰しても食べれないわけだからね自分半分こうして食べたわけ半分こうんか半分から分けて分かった2回に分けて食べたっていうかそれぐらいしないと食べれなくて一応パン潰したのがちょっともったいないなと思ったんだけどそれでえなんか上手な食べ方はないのねえ ケーキに例えるとどのくらいですかってはあケーキケーキケーキ <laughs> 一応なんかタバコの大きさがあるさ、うん、のより3センチぐらい大きいみたいなえ,え <laughs> <laughs> ちょっとわかんないわかんない <laughs> それもわからんあ,ーあまあ,あ何センチかな手だから20センチぐらいあるかな センチぐらいじゃあまあまあそんな感じでスペシャルバーガーっていうのを食べましたそれでですねえっと目玉焼きとトマト厚めのベーコンが2枚でソースチーズパティあハンバーグハンバーグが2枚入っててさらにレタスとか入っててもう超ボリューミーだねそうそうそううんうん おが入っててましてですねもう半端ない <laughs> このもうだなんか男子にはもういいかなとも思いますけどピザ1枚ぐらいかってきてきます上,上から見た感じかな<ー>上から見て、うん、ピザ1枚ぐらいあ、うん、そんなには大きくない、うん、ハンバーガー自体は普通の、うん、あ 高さがあるみたいな。高さが二十センチ。はやばいあ。ごめん。<laughs> そう高さあ。高さが二十センチ。<laughs> わすごい。そう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 。結構結構あるよね。ねある。そうそうそうそれを食べてですね。あもうこれはね彼氏と言ったらちょっと、うん、<laughs> ちょっと気まずいからわ <laughs> 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 かる。<laughs> あ、えー、なんかね自分ちょっと気まずくなりそうだなと。うん <laughs> でそんなこと気にしない人なら、うん、多分大丈夫だけど <laughs>、ね、ちょっと気になる人はねやっぱ大きい口 <laughs> <laughs> 開けれないと思うからそこはちょっとね女,女友達とね行った方がいいと思うそこら辺は。へ<ー>でちょっと、ね、店内あ行ったことある店内がなんかねあこ,のこの名前自体がまずアメリカの映画の「スタンド・バイ・ミー」じゃんね。うん うんうん、だからこのアメリカの雰囲気を出させたいみたいでうん、うん、その雰囲気を味わってほしいほしいほしいん何て言う味わってほしいみたいでこのアンティークなんていう古い雑貨っていうのがいっぱい揃えられててですね なんか見てるだけでも面白いっていうかでさらにそこでご飯が食べれたらそれを見ながら食べれたら両方楽しめるような感じが自分はしました<ー>それでですねえ、うん、っと映画のさ「スタンド・バイ・ミー」って言ってるじゃん、うん、このお店はそういう感じなんですかというと あアメリカっっぽいってことなんだろうこの「スタンド・バイ・ミー」を連想させるみたいな結構さ昔に見たい画だからさ、うん、したいぐらいしか覚えてないんだけど <laughs> <laughs> 一応あーうーんなんていうかうん一応はこの別の世界に あ来たみたみいなな感じ<ー>、うん、なんか雰囲気違うしうん、うん、あアメリカってこんな感じなのかなみたいな雰囲気が味わえると思いますでお客さんも外人と外国人の方うん、うん、も結構いたので兵隊さんとかもいたのでそんな雰囲気が味わえるんじゃないかなと思いますでなんかお肉が面白くて。 なんかね、かかぶか、ぶ、むか,かんだらなんかボロってなんかするわけさえー何なん,かうーん,なんて言うかななんて言えばいいですかねなんかねそれもオリジナルっていうかなんかみたいで<ー>待ってよ待ってよちょっと待ってよなんて言えばいいかなあのね突っ込んでくださいっていうツイキャスできてるコメントがあるんですけどいいですかはい下さん突っ込んでね

じゃあ話に戻,戻らせていただきます <laughs>、うん。<laughs> <laughs> とですねこの、えー、肉はなんか炭火で焼いてるみたいで、うん、このなんかキャンプが好きだからこの焚き火で仕事をしてる感覚をできたら楽しいっていうので、えー、それ炭火でやってる。 っいうのがあったりとか素す、うん、なべの砂んの砂のどこですか砂のえー、っとここはすなべってしか書いてないすなべの100。<laughs> 100 <laughs> えなんだ <laughs> なんか気持ちいい <laughs> そんなこんなで待ってよあまあでも覚えやすいから調べたら出るかなって感じだよねインターネットでねででねここは朝も、えー、とぶ朝食が土日のみやってまして8時から11時まで土日は朝食やってます あすいません詳細情報になんか映ってましたのでん<ー> <laughs> なんかね今日なんか調子がしいどうしよう <laughs> でランチとディナーは11時から夜の9時半までやってますで住所がえっと中上郡茶谷町あざ砂部100530です名前はゴーディーズです で,でえー、っとですね嘉手納嘉手納の58号線沿い見たことあるなーいな<ん>ねーあのね58号線走ってきよそ見しないまっすぐ走ってる <laughs> <laughs> いい子か <laughs> <laughs> マジで <laughs> でそ,それでこ,、うん、ここガソリンスタンドの隣かなに一応2号店があるんですけどあーさっきのんかうん お店映っっててるるよううな気がするんだけどっていうそれは2号店ですねうん、うん、でそこも行ったことあってですねで自分ちょっとねなんかちょっとアメリカ人みたいにチップ置いていきたいと思ったわけ <laughs> <laughs> でしかも接客も良かったからあちょっと置いていこうと思って500円ちょうど500円があったから500円置いてたわけよ、うんうん、<laughs> でもなんか店員さんに追っかけられて お客さん、五百円忘れてゃいました。すごい、な何？五百円忘れてますよみたいな感じで、あ、これチップだったんですよみたいな。え、言ったの？恥ずかしい。恥ずかしい。言えない。ちょっと忘れてました。受け取るかも。マジで。ちょっ言ってしまったよ。はい、そんなこんなで、はい、次はですね、曲に行きますが、えっと。 このースタンドバイミーの曲を流していきますベンイーキングでスタンドバイミーですどうぞ ちなまい <laughs> FM 小座から島あかねとトーマシンが生放送でお送りしています。ではここで FM 小座よりお知らせです。FM 小座ではバランティアスタッフを募集しています。仕事内容は二つあります。取材スタッフ、地域のイベント各種記者会見各種記者会見、番組用スタッフ番組用インタビュー取材、イベント中継スタッフ、お出かけ放送現場スタッフ。 対象,さ対象者、ごめんなさい、対象者、18歳以上の男女問わず、高校生は不可です。ラジオ業界に興味がある方、地域活動に興味がある方、社会勉強の一つとして活用,活用したい方、初心者、大歓迎です。ご友人と一緒に参加も OK です。もう一つあります。 FM 小座で番組やコーナーを持ちたい方大募集です。FM 小座で番組やコーナーを持ってみませんか月1万円から気軽に持つことができます。仲のいいお友達や学校の同級生など仲間と一緒にラジオで喋って輪を広げましょう。どちらもご希望の方、詳しく聞お聞きになりたい方はお問い合わせください。電話番号098-934-8653。 ゼロ九八九三四八六五三メールアドレス七六一アットマーク fmkosa ドット jp です。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ次のコーナーうちなぐちに入っていきます。はい。で今日紹介するうちなぐちはですね、とうとうんとうとう。とうとう。わかる。とうとう。聞いたことない。とうとうとうっていうさ。 あそっち <laughs> あ、そっちね分かった聞いたことあるそれは <laughs> えっとですねこれは <laughs>、うん、えー、待ってよなんて説明しようえー、っとねもう十分などと表す時にとうとうと、ん、う。」って言いますとうとう3回と<ウ>うとうえっどうでじゃあ本人は2回って書かれて 2>, <laughs> 2回 !2 回 <laughs> <laughs> 必死な必死な時だよねんかねもういいもういいみたいなだからんかねえ使ううん使わないけど聞くああするえっとね自分なんかねよくなんかね飲み物とかんかあ飲み物はよくある入れてもらう時にんかついついんかね妹がいっぱい入れようとしてる時があるわけその時に「あと、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 みたいな感じで。 <laughs> 言うけど妹はその「とうとう」がわからないから「えっうんうん?うんうん」みたいなそじで言い続けるわけなの <laughs>、えーね、そこは聞いたことないんだ妹は今はそう、うん、あかると思うけど、うん、で前とかはわからなかったので「何言ってんだ」みたいな感じの目で見られてましたけどそうそうそう「とうとう」うん。 TOTO って言ったらね便器メーカーやろうってう、ね、<あ> <laughs> 違う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 <と>違う違う違 <laughs> う違う違、ねね、う違う違、んね、う違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 う 以上です。あ、こういう感じなのね。分かった。あ、違う一応普段はなんか会話してるんだけど、今日ねホストと連絡が取れてないので、あいつもホストからなんか会話文送ってもらうんだけど、それで今日連絡が取れてなくてね今日は普通の紹介になりましたが、でも使いやすいと思います。はい使ってください。はいじゃあ。 続いての曲は沖縄のアーティストです。はいお願いします。あ曲 <laughs> <laughs> モンゴル八百で琉球アイカはい長門 お送りししたたのはモンゴルでで琉球愛でしたじゃあ続いてのコーナー続いて最後のコーナーはですね沖縄あるあるイエーイ聞きたかったなんですけど <laughs>、はい、沖縄今日はね、うん、えっと、えー、沖縄よく台風あるじゃん、うん、台風ある来るさ来るけど、うん、午前中には去ってしまった 午後から学校でショックっていうある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 確かに確かに何か夜のうちが一番激しいみたいなね、うん、あるねそうそうそうこれで,、うん、でよあ次次の日は、うん、一日休めると思ったのにみたいなわかるですね準備あんましてないみたいな <laughs> そう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 , <laughs> そうだね <laughs> それはあるあると思ったんですけどいかがでしょうか あるるあだと思いすあとねなんかツタヤとかそういうなんかね DVD ねなんだろう仮だめみたいなああねすごい並ぶよねどこもねやばい確かにそれはありますねそうそうそうはいこんな感じでそういう感じね沖縄あるある沖縄あるあるは今日の沖縄あるあるなんて言えばいいかな台風 が来ても午前中に去ってしまって悲しい時あるある悲しい悲しいあるあるちょっとショックなあるあるでしたはい以上ですはいエンディングに入っていきますよはい今日はどうでしたどうでしたか うわもうねこれから1年間できるってすっごい嬉しい、ね、このね <laughs> なんか休んでる1年間さ <laughs> もうなんかやりたくてもできないみたいなね<ー>もどかしい気持ちがあったんだけどそうだよねうんそうそうでまた1年間できるってよろしくお願いしますあれ <laughs> <laughs> はいこれから1年またね<で> <laughs> ねツイキャスね最後にね悲しい時悲しい時って一発でや芸人とか言われてる <laughs> ねまあ私もちょっと頭に握った <laughs> それ悲しい時 <laughs> 見せた、ね、見上げた,、ね、たよ <laughs> はいじゃあこれから一年またよろしくお願いします、うん、あお願いしますはい今日お送りしたのは下茜とタオマシーナでした,でしたまた来週さようならさようならさようなら